でもなんか教えが上手いだけでさ顔出せないよね。うん、あこのレッスンだけってこと？全然聞こえなかった。結局泣いてた。メガネ調整してもらったときは全然落ちなかったんだけど、数日前なんだよそれ。どうなんだろう、やってみたら。そうなの、ママね、ほんと整形するとこないわと思ってるじゃん自分が。へえ、104巻の裏榊マリコだって。マジ？うん、てか全然アニメと漫画あんま変わらないんだね。漫画面白い、なんか漫画と面白いんだなーって思った。特にアニメ終わっちゃったから一回。ん？なんだこれ、ほらすごい送ってあげたい。お誕生日プレゼントが届きました。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーミーユー。おー、どうもー。うわー、なにこれー、ムッケン、どうしよう。新しい爪研ぎだよ。めっけに新しい爪。あ、もう、もう、もう、あ、おめでとう。嬉しいね。おめでとう、めっけに。ロック、ここ、ここ、ここ。6歳のムックン、感想を言ってください。嬉しいにゃー。皆さんおはようございます。今日は日曜日なんですけど、なんかベーグルを焼いています。お気楽ベーグルです。で、この間ショートで作ったと思うんですけど、なんか周りにひたすら黒ごまと白ごまをミックスしたごまをごまごまごまってつけて焼いたベーグルがすっごく美味しかったから、今日はそれをもう一回焼きたいと思います。お気楽ベーグルは発酵時間が短いのが結構特徴なんだけども、なんかまあ適当に結構1時間ぐらい二次発酵をとってふんわりさせたベーグルをね、この間作ってみたらそれはそれで美味しかったので、今日はまあ時間もあったし、本当にほっといて1時間ぐらいほったらかしにして、結構ふわふわと膨らんでます。それを今から茹でて焼きたいと思います。で、このごまちゃんをね、もうこれあれだよ、すりごまじゃん、じゃ、いりごまか、白と黒のいりごまを1袋ずつこうやってミックスするの。ベーグル8個分を結構もう2袋ごま使っちゃう勢いで、すんごいたっぷりごまつけるんですけど、それがめっちゃ美味しいから、ぜひね、ベーグル沼にハマった方たちはみんな作ってみてください。発酵を長めに取ることでちょっとふわってするから、ベーグルにいっぱいつけたごまがプチプチして楽しいって感じ。えいや、えいや、えい。余熱もね、オーブンの余熱を終えてからベーグルって茹でるのが大事じゃない。だから余熱絶対、あ、50秒、そして50秒、バットの中にごまちゃんを入れとく。よいしょ。で、このよいしょ、茹で上がったベーグルをこのごまちゃんたちにダイブさせるとよかった。おー、ベーグルってなんでこんなに美味しいんだろうね。はいはい、50秒終わった。そしたらごまの中にダイブで、なんかこの茹でたベーグルをね、ごまをつけたいと思ってギュッギュッってやったり、手でね触るとどんどんね、なんかこう
離れてっちゃうのか、ツルツル滑って離れちゃうんですよ。あ、で、あ、で、話してる前にこのね、もうあと4つあるからこれを茹でる先に、ね、で、そのごまをあんまりだから手でつけようってしちゃいけないらしいと思う。これを上からかけるの、こうやってでね、上からかけるじゃん。で、結構もうまんべんなくこうやって上からかけるのよ。ちょっと待って。そしたらもうなんかもうあんまりこういじらずにヘイってやるのがどうも正解な気がする。よいしょ。ニューヨークかな、アメリカの方のベーグル屋さんみたいなお店の、そのもうほんとなんか腕がゴツゴツな筋肉いっぱいみたいなお兄さんがすごい、あ、あ、待って、もう全部茹でちゃったよ、片面だけで。はいはいはい。あらららら、茹ですぎちゃうよ。筋肉隆々のさ、お兄さんがさ、ベーグル作っててさ、美味しそうだったんだよね、それがまた。だから、私も真似っこしてごまもいっぱいまぶしてね、作ってるわけなんだけど、なんかさ、ベーグル屋さんのさ、そのリールとか見てると本当になんか適当に作ってるの。本当になんかもうドシャドシャベーグル入れてさ作ってるんですけどさ、なんかさすごいよね。やっぱ手作りするのも美味しいけど、お店の美味しさってやっぱそういうなんかこう大胆な製法にだからこそだったりもする時もあるんだろうな。なんかいくら同じベーグルを作ってても全然違うよね、作り方が。なんか家で丁寧に作りすぎてんのかなって最近思いますもん。よくさ、お店とかのさ作り方が最近で回ってるから見ると。はい、焼きまーす。業務用のオーブンが欲しくなる。もうごまがさ飛び散らかっちゃって大変なんだけど、このベーグルぜひやってみたい。すごい美味しいから210度で15分焼こうってよくお気楽ベーグルのレシピではね言ってるんですけど、なんか2段で焼いてるし個数も多いからがちょっと焼き色が薄いので、あと4分追加して19分ぐらい焼きます。昨日 IKEA に行ったんですけど、見てこのボールなんかちょっと良くない？なんか私こういうボールの時代来ると思っててどういう時代だよって。まず大きいボールっていうのもそうだし、なんかこう日本人みたいな、なんか日本のキッチンによくステンレスのボールとかが多いけど、こういうちょっとこう洗いやすくていい感じっていう素材のこういうちょっと色も可愛いボールがね、私は来ると思っている。私はもう大好きなんですけど、 IKEA こういうの多いから好きなんだけど、これさ多分ここ取っ手にもなる、持ち手にもなるし、こっからも注げるんですよ。めっちゃ良くない？もちろんこっからも注げるの。私的にはあんまりこうカメラでこう中を撮ってもなんかこう映らない感じがあるから、そういうのもポイントなんですけど、これめっちゃいいと思うんだよね。なんだと思います？こうなってさ、おー回るー。このよくわかんないけどこの回る感じがすごい嬉しくて買っちゃった。で、回る感じをここら辺に置きたいなと思ったんですよ。このここら辺にでさ、例えばさ、胡椒とかこうやって置きたいの。ほら、胡椒が回ってるよ、胡椒がってやりたくて、あとほら、グラニュー糖とか置いて、おー、グラニュー糖が何の動画？とにかくこうやって回したかったので買ってみた。お盆を買ったりとか、じゃーん、まな板も買っちゃった。ねえ、これさ、まな板さ、なんでかさ、ピザみたいなさ、模様がついてるんですけど、なんじゃと思います？この謎がわからなすぎて買ってみた。これ知ってる方います？これ本当にさ、切り込みがさ、ピザみたいについててさ、可愛いけどさ、と思って、これに合わせてピザをカットしろってことかな。でも私8等分のピザがいいんだけどと思って。あとはお気に入りの新色、この形の、あ、いけた。お気に入りの形のグラスの新色があったから新色を2個。このグラスはもう夏に向けてね、あった方がいいよ。もう水がいくらでも飲み放題。あとはこの間ゴムベラを折ってしまったので、 IKEA のゴムベラを、はい、このゴムベラをもう一回買いました。あとはこのケース、ケースもねキッチンで使いたいなと思ってるんだよね。あ、いいじゃん、焼けたー、じゃっじゃらーん。このゴマでこう隠れてるからあんまり見えないとはいえ、やっぱりベーグルはしっかり焼き色がついてないと美しくないと私は思うんですよ。
からちょっとね、しっかりよく焼きでいきましょう。こんな感じで焼けました。あ、美味しそう。めっちゃいいじゃん。美味しそう。そしてさ、見て、かわいい。これも何置いてもかわいいかも。これ動くやつ、動く理由はよくわかんないけど、めっちゃかわいい。みんなこれ買った方がいいですよ。めっちゃかわいい。かわいい。ネイルがかわちい。おー、いいねー。あー、やばくない？このさ、ごまがもったいないぐらいがいいよね。うん、うま。ごまが飛び散る。うえうん、美味しそう。あんこつけても美味しいよ、そこ絶対。うん、うわー、あんバターをやってやがる。じゃーん、じゃーん。クレイジーソルト、胡椒、本日2度目のカフェはホットミルクティー。あー、美味しい。めっちゃごま飛ぶ。ぜひ作ってみてください。ごまをふんだんにつけることが何よりもポイントなので、まあ結構なくなるんだけど、ごまが、もう大量に買ってまんべんなくごまをつけることがおすすめします。で、本当になんかごまが飛び散ったりしてすごくイライラするかもしれませんが、もうなんか気分はアメリカンな感じで、ぜひごまベーグル作ってみてください。で、これになんか目玉焼きとかを挟んとしても美味しい。チーズとかなんかこうクリームチーズとかも美味しいと思うけど、バターさっき食べたらすごい美味しかったから、バターをね合わせて食べるのはとってもおすすめです。では皆さんも作ってみてね。今日の黒板じゃん、むっくん6歳ということで、我が家のアイドルむっくんがなんと6歳になりました。おめでとうございます。むっくんがね、もううちに来て6年というね、立ったことに驚きですが、むっくんは相変わらずとても可愛いのでね、今後も元気でいてほしいですね。ではむっくんをハッピーバースデーと思ってくれた方は、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。ではでは、また次の動画でバイバーイ。バイバーイ。やられてるし。